ハローハロー、バンクーバーガイドのアッキーです。さて今日は2020年7月1日、なんとカナダのお誕生日おめでとう、おめでとう、カナダおめでとうということで、今日はカナダの建国日です。で、カナダが自治領、カナダ連邦国として独立したのが1867年です。っていうことは計算すると今年で御年153歳になります。カナダ本当におめでとう。もう本当にカナダっ子なので、もうカナダ大好きでね、やっぱりそんな方たちがもうほとんど国民みんなカナダ大好きなんで、みんなお祝いモードなんですが、例年ですとイベントがあったりとか、それから花火が上がったりとかして、かなりこういいお祝いモードになるんですけども、今年はコロナがあって、なのでイベントは、まあ、密を避けるために中止、そして花火も中止になりました。なのでどちらかというとちょっと静かなカナダのねお誕生日をこうみんな迎えているんですけれども、でも私たちは何かみんなに発信していきたいと思って、で今日来たのがワイナリーに来ました。今日はダウンタウンからだいたい40分ぐらいかな、車で走ったところなんですけども、そちらの方のチャンバートンさん、間違ってる間違ってる、教えて。チャベルトンさんかな、うん、に来てます。はい、でそこで、ワインのですね、撮影をさせてもらったのでお送りしたいと思います。見てください。はい、でこれからですねテイスティングに行くんですね。でいつもでしたらテイスティングカウンターバーっていうのがあって、そこにグラスを並べてテイスティングをしてくれるんですが、まあ、一応ソーシャルディスタンスということがあって、個室でやることに今はなっています。で、その個室で、まあ、説明を受けながらお酒飲みたいと思います。ちょっとお酒のね、高校なバカですけど、私の動画。でもお付き合いください。で、行ってきまーす。で、まあ、一杯目なんですけども、白ワインでピノグリをいただいてます。でこれ色がちょっとねピンクかゴールドみたいな色をしてるんですけれども、非常に酸味というか苦いというかね、こうドライですね、ドライ系のワインで、香りもよくって非常に美味しいワインに仕上がってます。岡永のぶどうを使っています。はい、これ2杯目です。2杯目も白なんですけども、これグランバッカスっていうですね、名前についたお酒なんです。でバッカスっていう、名前はこのグレープの品種から来てるそうで、でもともとドイツから来た品種だったみたいなんですけども、実はこの裏で作ってるんですね、この畑で作っている。でそのブドウを使って作った白ワインだそうです。でここのシグネチャーワインにもなっていて、ここのワイナリーのレストランの名前にもなっています。いただいてみます。うん、すごいね、味がピーチの感じと、あと洋梨かな、ピーチ洋梨、そのような感じの風味になってます。すごくこう女の子が好きな味です。優しい味になってます。ぜひ飲んでみてください。美味しい。じゃあ次、赤に移っていきますけども、これギャメノアっていうね、ワインの種類になります、ワインになります。でこのワインも裏の畑のできるブドウを使って、作られたものです。でラズベリーとかチェリーの香りとか風味がしまして、不思議なのが一番最後にホワイトペッパー、白胡椒の香りがなんか鼻からツンと抜けるような感じが特徴のワインです。これもね、ちょっとライトなんですけども飲みやすい赤ワインになってます。うん、ご飯食べたい、一緒になんかサラダと一緒に食べたい
飲みたいワインです。はい、じゃあ次が2016年のメルーローいただきます。でこれは本当にこう結構ずっしりしてるんですけれども、飲みやすいずっしりさで、ブルーベリーとチェリーの香り風味がしています。なのでお肉と合わせたりとか、ゆっくりと飲んでいただけるようなこうワインになっているので、ですからお料理メインコースに合わせて飲まれるといいと思います。でもすごく何ですかね、深い味わいで美味しいです。ゆっくり飲みたい。はい、もうね結構乾かいと思うんですけども、先ほどのワイナリーから車で5分ほど走ったところに、このタウンシップセブンっていうねワイナリーさんがありまして、そこにお邪魔してます。で、このタウンシップワイナリーさんはもともと岡田川の方にワイナリーを持っていて、で20年前ぐらいからこのバンクーバーの郊外に、畑も作りワイナリーを作ったそうなんですね。そこでお邪魔してまして、今日はテイスティングさせていただきたいと思います。また酔っ払うねこれね。まあいいか、今日はお祝い。はい、ではですねテイスティングいきたいと思います。で今スタッフの方にここのねスタッフの方並べてもらったんですけども、これ2列あります。こっち側手前は、レギュラーのテイスティングで、で1ランク上のプレミアムのテイスティングがこの4つになりまして、値段的にはレギュラーが5ドル、プレミアムで10ドルで4つの種類をテイスティングできるというものになってます。でここからテイスティング始めるんですけれども、まずねこっちのレギュラーの方では、やっぱりここのセブン、タウンシップセブンがついたこのセブンブランクというのを飲んでみたいと思います。ちょっとね甘めらしいんですね。見えるかな、色見えるはい、白です。いただきます。あ、すっごいフルーティーで、ね、ブドウの甘さが残っているワインです。ですからちょっとドライの白ワインが苦手な女の子とか、最近男の子もそうなのかな、にはすごくいいと思います。まあ、後味はすっきり、でも口に入れた瞬間優しい甘さが口の中に広がります。セブンブランク。はい、では次はですね10ドルのプレミアの方のテイスティングしたいと思いますが、こっちではご紹介したいのがこのビョグニアというもので、白ワインでもちょっとピノグリに似てる感じですかね。飲んでみたいと思います。でこのジャックさん、ここのスタッフジャックさんが言ってたのは、カナダの白身魚のハリブッドっていう、日本語で言うとオフオフっていう白身魚と、あとはやっぱりコッド、タラ、それから、ホワイトソースのパスタとかに合うワインだそうです。いただきます。あ、結構さっぱり、本当にさっぱりでドライ、ミディアムドライっていう感じですか。そんなにこう嫌なドライじゃなくて、きついドライじゃなくて、もうミディアムドライな的な感じで、非常に飲みやすい白ワインです。でこれがここで一番人気の白ワインらしいので、ぜひこちらに来た方は飲んでみてください。おいしい、もうほぼ酔っ払いです。はい、じゃあですね、今日はカナダデーということで、ここのスタッフのジャックさん。ハロー、ジャック。ハロー。ハッピーカナダデー。ハッピーカナダデー。ハッピーカナダデー。ハッピー。そして、ここのね、カナダデー来てますけれども、ジャックさんのおすすめの、このリザーブセブンというね、赤ワインを飲みたいと思います。これ、ブレンドされてる赤ワインなんですけれども、お肉とかに非常に合いやすいということで、Jack さんおすすめしてください。You like this wine, right? I do like that wine. It's very good. Yeah, very good. いただきます。すごくこう
香りがすごくふわーっときて、it's a you know, perfume is coming in the mouth. Yeah. And then the taste really, you know, not too strong, but quite you know, witty. It's a little heavier, yeah. Yes, yes. A little bit chewy. はい、とっても美味しいです。おすすめです。あのジャックさんもおすすめです。ジャック、please say bye bye. Bye bye. How are you?超カナダワイン、美味しい。あ、これ全部飲んだ。ちょっと酔っ払い。まあいいか。今日カナダお誕生日おめでとう。イエーイ。ただの酔っ払いでーす。帰れるかな。帰ろう。オッケー。ハッピーカナダデイ。この今走ってる道の右側は実はアメリカなんですね。で、今走ってるのがゼロアベニューっていう通りを走ってるんですけども、さっきのワイナリーさんのもう本当にすぐ近くなんですね。ということは、もう私今走ってるのが国境線の近くを走ってます。で、アメリカの隣っていう話したんですけれどもね、今ね、こうアメリカとカナダのこう国境も結局ちょっとクローズをしていて、ちゃんとビザがある人じゃないと入ってこれないようになっています。で、このカナダとアメリカの歴史もいろいろあって、今日はねカナダのお誕生日なのでちょっとお話しするんですけども、1812年から1814年まで米英戦争というのがありました。で、アメリカが独立してからこのカナダイギリスの植民地だったんですけども、やっぱり上がアラスカがあるので、どうしてもこの西のね海を制するためには、このカナダ BC 州がブリティッシュコロンビア州がアメリカとしては欲しかったっていうことで、非常にですね、この BC 州に、今の BC 州にね、アメリカに入ろう入ってくれっていうようなこと言ってたんですね。でもカナダはカナダでやっぱりね、この西の併合して大きな国、一つの大きな国カナダを作りたかったので、で BC 州このあたりのエリアの人にね、カナダに入って入ってっていうのことをやってた時代があってたわけなんです。でも結果、BC 州のエリアの人はカナダに帰ることを決めて、で、1867年、カナダっていう国ができたわけなんです。で、今はもう本当にね、国境はあるけれども、まさにこの今の状況です。国境がない。これも全部国境の印なんですが、向こうアメリカね、もう何にも塀もないんですけれどもね。まあでも、見えない国境はあります。ありますけども、アメリカといい関係を築いていこうということで、貿易なんかもね、ちゃんとね、行われてますし、通常であればアメリカの人もカナダの方に入ってきやすい、そんなね、国々になっております。ちょっと酔っ払いの話です。うんちくでした。